屏風場1、法2表5場8進7に、馬日知3場2進3、廟部場は、シャンチーの4王布ヌの一のつ。馬日知3と、馬8進7と、馬を二つとも中央に進める。名称は、二枚の頬と馬の形が、屏風のように見えることに由来する。新朝以前に、ほとんどのシャンチー差しは、とうとう法を使っていた。屏風場が考案されたのは、 新朝の後期時代のことであった。近代になり、シャーキャンソンと古英歌の研究により、屏風馬は4オールの曲の中で最も一般的に使われるようになった。屏風馬は穏やか布曲であり、使徒像を中宮のを守備するために使用し、両方の馬は中央の兵を守る。ほとんどのくれない方は車を進む4、または進む6と進めることができ、川を当たらせるものが多い。 この時、一般に、平ら、法直し者、様バーンが、屏部場横車と応じる。屏部場曲は、変化が、大きく、より多くのプレイヤーが採用するようになってきている。屏部場には大きく3種類の類型が存在する。中包帯現代式、屏部場現代式の屏部場は、守備が強力なだけでなく、攻撃力も、また非常に強固であるため、現在の上位騎士に好まれている。 古典式と現代式を比較すると、現代式は多くの専門家によって古典式よりも反撃力が高いと検証されている。現代式の屏部場には一般的な二つの変化がある。平ら、方直し者平ら方直し者は守備の屏部場の最も標準的な動きである。方を横に移動し、車を相手の車にぶつけることで車交換を挑む。 中方か川社大病部場平方直し者様番が中、方か川社大病部場様番が様番がは、様を跳ねて、川へい進出させる。右像右像を、像三進ごと動かす。中方か川社大病部場右像左像中方、かかわ社大病部場左像中方体古典式、病部場現代式と比較すると、古典式はより安定しており、 両者が正確に刺した場合、引き分けに持ち込むことが容易である。ありがとうございます。